ヤマト、ヒューガ、本当は北海道、俺めちゃめちゃラブ、アムギリ、河本です。何本当はって、お前が嫌ってたみたいな。知らない、知らない。本日の企画、一番ファンのいる都道府県はどこなのか。お前抜かれるの知ってて、ここすげえ気合い入れる。本日の企画、一番ファンのいる都道府県はどこなのか。僕たち現在チャンネル登録者数が2万4000人ぐらいいてくれてるじゃないですか。で、僕ふと思いました。一回全都道府県にファンはいるのかっていう企画を取ったじゃないですか。はい。それから2ヶ月ぐらい経った今、どこの場所にファンが一番多いんだろうね。なるほどね。どこの人に好かれてるかっていう。そう、下馬評はもちろん東京じゃないですか。まあ、僕たち本拠地は東京なわけで、はい、けど動画見てみ、静岡だ、私は長野だよ。下馬論をどうやって超えていくかってことでしょ。全然違います。え、なんで？下馬評の下馬だけに引っ張られてここまで来ちゃってるっす。じゃあ予想しようよ。予想して、そっから一番怖かったやつが一番エグい罰ゲームしますね。マジかよ。じゃあやろう。いきなりやってみるのエグいよ。上さんも気遣っていただきたい。外しちゃった人はカレーパンゴリです。え、もともとカレーパンなんかカレー入ってる。気持ち悪こいつ。クリーンアップした。それだけでやめて。アイスバケツチャレンジとかじゃダメな。そんなんじゃ誰も見ないから今の時代。あっちゃんのことを坊主にした時に分かったよ。時代は変わったって。こんなんじゃ誰も見ない。髪を落としても大切はシャンマリ、あんまりと思う。シャンマリって言ってた。え、どうして、どうして、マジで気持ち悪いな。でも挽回してやるよ、仲間だろお前。こいつキモいぞ。調子悪いよ。調子悪い、調子悪い。ガヤみたいな感じで調子悪いの、ちょっと確かにガヤ調子悪いの。ガヤって言うね。どっちもジジイ佐藤ってこと。でも、でも絶対ジジイ佐藤。WBC の内川さんなんじゃない俺。似てる。ジジイ佐藤じゃない。ジジイ佐藤もいる。叩かれるよお前ジジイ。内川だけもう一回マジで似てるやん、言うたあたり、あたさんの方がミートした時より早いやん。じゃあ、都道府県予想しましょう。僕は大阪府です。岐阜県、あれですね、確実に彼らやることないんで。埼玉で。神奈川です。ああ、これじゃあ動画落とすにゃ北海道か沖縄や。そうだよ。ワンチャンはあるけど、カレーパンの可能性が非常に高い。東京、東京。変更券、変更券使うすか。静岡、えぐ、青森。全然違う。形だけだろ。じゃあ、ワテム変えようかな。ワテム福岡の博多女子に。ああ、じゃあ福岡ね、ユーマ。やばい、一気に入る。ということで、インスタグラムのストーリーでどこのファンかっていうのを今から調査していきたいと思います。それでは、いけストーリービュン。早速来てますよ。佐賀、佐賀はやめろやめろ、それ長くなる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 。会社の気持ちよく。俺はもう反省したぞみたいな顔やめろ。山形県、さくらんぼ送りつけちゃうぞ。やったんかい。ポクポク。神奈川県、バーシャー、ありがとうございます。大阪、はい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 。千葉県、これからも応援してます。あー、千葉。北海道、あ、お前、おい、これは、おい、これは言わせろよ、さすがに。これ俺出身。終わった、終わった飲むなよ。そうだ、うっせぇな。一回終わったら挟むで。うわ、北海道出身のベ、出たー。出てもうた。まあまあまあ、何を言われようと、くっそおもれよりは恥ずかしくないかなー。そうだね、あんちゃんがごまかすことない。くっそおもれ、くっそおもれ。大阪です。遊びに来てー。ディズニーオフやってるじゃん。そのユニバーバージョン。おー、下あ、USJ です。ハロウィンの時やりたいから。あ、やりたい。何に仮装するんですか。あ、ゾンビ、アツキに聞いてるんじゃなくて、アムギリに聞いてるんだ。あ、コマショーかよみたいな感じで。ゾンビ、ゾンビ。挽回してもらおう、ユーマ先生。やばい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 。やばいと思うか、チャンスと捉えるか、どっちだ。スパイダーマン。続きまして、神奈川県川崎市。岩手県、みんな好きだけど、ゆうたくん大好きです。そういう企画ではないけどな。東京の武蔵野市。
大分県です。地方でオフ会とかにはなかなか行けないけど応援してます。あ、嬉しい、ありがとう。ヒューガくんがイケメンすぎだろ。え、行くなよ、この人誰？名古屋ピッチャイブ行ったっすもん。行きました。ちょっとさ、豆知識なんだよ。なんでその外国のツアーみたいな、ちょっといいボブみたいな感じで入ってもらっても外国のツアーって掃除機しそう宮崎、絶対コムドットの時代来るよ、頑張って。ありがとうございます。嬉しい。京都です、頑張ってください、撮影ありがとうございます。大阪オフゴットも YouTube も見てます、ありがとうございます。東京の世田谷区です、頑張ってください。あら、名古屋です、受験生大変です、応援メッセージお願いしたいです。こういうメッセージ得意なのはヒューガ。受験、名古屋の人間頑張れ。受験と人間で踏んだんだ。あ、そこ千葉、大和くん実際どこがワニ？顔です。ワニよりアシカに似てる気がする。大和さん大好き住んでるとこ。アマゾン宮崎県日向市に旅行来てください。ワニ、また自分でお前ワニ探してるんだな今。うん、指のスクロールにします。そう、違う、そういうとこは仲間が言うことじゃない。エトーク、ワニだ、ワニオくんのファンです。エトークって呼んでるよ。クソ頭悪いよ。バカでもバカバカ。え、西田かと思ったもん。エトーク、エトーク。北海道です、いつも面白いです、頑張ってください。北海道意外と多いかもしれない。ゆうたくん、やまとくん大好きです、イケメンすぎて毎晩泣いてます、京都。あ、お前らちょっと画面ボコボコにしちゃうか。一人の女泣かしとんちゃうがな、ずるいぞお前ら。京都美人に怒ってるポイント合わせて、こいつずりーで怒ってるし、泣かしりーで怒ってる。どっちがいいかな。こっち。さ、なんかユウマさ、この間言ってなかった、なんか後輩のさ、女の子にさ、博多弁の女の子がいて、博多弁の女の子に会うのが大学入ってからの夢だったんですよ。2年間見つけられずに、3年目にしてやっと1年生に博多弁の子が入ってきたんですよ。いやいやいや、もうこれ行くしかない。もうこのセリフを言ってもらいたかったんですよ。シャーペン忘れたと貸してあげるとよっていうのをマジ聞きたかったんです。そこすまん、言ってくれ。フライドね。忘れたとって言われて、俺でしょうね。ここも引いてるんですから。慣れてない、そのセリフに言うそれ全然どう、全然どうよ、それ全然どうよみたいなさ、慣れてない。今の話になって100点です。大好きすぎる。滋賀県です、アムギリが一番イケメン。新潟、ゆうまくんのドナルド好き。おぉうわうわ出てきたぞお前。静岡県、来てくれたら嬉しいです。コムドットドラマリ中です、応援します。来たー。埼玉県です、埼玉県は何もないです、もはやカウントしなくてもいいです。ひねくれて育った。そういうのは俺らがやるから。埼玉いっぱいあるじゃん。かりんとうまんじゅうでしょ、長いふがしでしょ、柏横丁でしょ、バブイ水上公園でしょ。川越から出なさい。川越巡りみたいなやつ、俺とユーマヤンキーみたいなやつに絡まれて、タコめっちゃ逃げたよね。しかも俺ら普通に歩いてたら、ヤマト紫のエナメルショって、やばい、やばい、ヤンキーだ、ヤンキーだ、ヤンキーだ、いらない、やめな、ジェットジャンシュだ。前に着いた時、もうすごい勢いで紫のエナメルバーン前に来て、前に持って、やばいみたいな。でも、すいませんよ。絶対売れて、ふがしでほっぺペキペキしてやったな、お前ら。覚えとけ。大阪がでも見た感じめっちゃ多いかもしれない。大阪に住んでるアムギリくん大好きです。群馬県、質問コーナーめちゃくちゃ好きです、最近アムギリくん癒し。マジで、だからその盛り上げようとしない感じは見るだけみたいな。マジで嬉しい。撮ってないやん、これさっき。広島県です、じゃけんじゃけんしてってことかもしれない。最初はグッドサンクンゲージョキへい、最初はグッドサンクンゲージョキへいへい、あー最初はグッドサンクンゲージョキへい。ちゃんと勝ちにいくんだよ、その感じで。神奈川県横浜市、原宿に声かけられてから本当にハマり始めて毎日見ています、ありがとうございます。さあ、視聴者の方、知らない方いるかもしれないけど、僕たち約半年間ぐらい週4ぐらいでさ、原宿行って毎日チャンネル登録お願いしますやつじゃん。すごい、竹下通り部活みたいな感じ、部活みたいなのね。けどあれでね、たくさんの人が知ってくれるっていうのあります。本当聖地ですよ。行くっすか今日この後。あ、行きます。おいいね。じゃあプリクラ撮ろう。じゃあプリクラ貼っときます。カシャ。続きまして、ロサンゼルス。すごいね。いつも息できんくなるくらいまで笑わせてもらってます、最高、応援します。兵庫県神戸市民より牛。ありがとうございます。さっきの俺ぐらい笑ってるってことない。東京です、東京の一番東、西国分寺。東京都です、動画毎回面白い。東京、今日も撮影頑張って。東京やりすぎる。うん、だから俺の勝ちだな多分。
在午前中のね11時になるんですけれども、僕たち今から別の撮影をしてきて帰ってきて、ちょっとあの都道府県どこが一番多いのかを集計して結果発表とさせていただきたいと思います。はい、ということで現在8時になりましたので途中経過見ていきたいと思います。ちょっとアムギリ君なんですけど、まあ、編集の方で休み中をさせていただいて、匠中みたいに言うな、匠中みたいに言うな。読んでいきますね。長野から東京です。遠距離恋愛したことありますか？ゆうたくんなんて彼女とかできるとあんま合わないんで、ほぼ遠距離っすよ。言ってやんねん、そんな動画の前で。栃木県、ワニの笑い方を教えてください。3、2、1。ワニ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 。本当にそれ以外ない。怖がりをワニ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 。恥ずかしい。有名スポットじゃあね。ワニ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 。レパートリー1のワニ。いつまでも黒糖臭水でやっていきたい。優雅とか優太がサビサビの身で触ってきてもうボロボロ。もろこの描写で。沖縄です。地元の海苔感がめっちゃめちゃ好き。せっかくなんで地元の海苔なんか一つでもやってきますか。あ、ギリギリのとこで顔止めて。あーいいよ。ここだよ、ここ。いや、ここまで。ここに行けばいいの。ここ来たら当たるよ。行くよ。はい。行け。行け、優太。やっちゃおう。あー、アウトだ。じゃあ俺行くよ、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 はい。そんな感じ行く、そんな感じ行く、そんな感じ行く。すごい。来た来た来た、止まった。行け。あれ。あ、いたいたいた、止まった。あ、よし。あ、早く早く早く。よし、来た。ビビりすぎる。行け。あー、ここだ。ちゃんとビビってんな。行け行け。あ、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 うわ、俺これマジ得意。すごい。そうですね、ミステリオさんみたいな方見つけたんですけど、大阪うんこ。うんこ。愛媛みかん。俺の元カノミグネミカン。そんなしゃくれてるっすか。見てたのに横についてくる。いや横についてね、ここについてんだろ俺。あれ？ワニワニワニニニニニニ。ちょっとやばい、ユーモっぽい。考えながらやってんだね、いつも。じゃあ、ゆえた、キノコの歌、3、2、1、はい。キノ、みじけ。太毛の歌、3、2、1。太毛生えてる。声の無駄遣い。これ楽しい。金髪の歌、3、2、1、はい。金髪プリン、金髪、金髪、こっから声出た。こっから出たんか、声。あっちゃんと一緒に笑いたかったね。はい、ということでまだね引き続きどしどし応募が来てるということで、明日の朝集計していきたいと思います。ということでまた明日会いましょう。それでは結果発表。いいんすか、僕の結果発表。満足できちゃった。ゆずん、いい。結果発表。こっからこうめちゃくちゃ出てるよ。ということでですね、グラムのしつこの方にファンの皆さん応募していただきまして、総応募数821票でした。ありがとうございました。第5位、65票、愛知県です。ありがとうございます。第4位、82票、神奈川県です。びっくりした。あ、次4位。4位って。なんで？モンスタージョ TV さんで。そして続いて第4位でございます。第4位は第3位、90票、埼玉県。ありがとうございます。やられたぜ。ユーマが散々バカにしてた埼玉県です。あれはきっといいやつ。ありがとうございます。本当にひどすぎる。冗談でもいいや。一回じゃあユーマ、人間じゃない部分一回出しちゃおう、外に。大盛り、大盛り。埼玉は土ばっかりです。そんなんないの。土の量とかは別に変わんないし、みんなに悪いもん詰まってたのが出て。どれ。第2位、95票、大阪。あ、おー、えぐい感じだ。すごい。1位じゃなきゃ関係ないから。そう、けどこれ1位になれなかったら俺がやばいんだよね。1位、167票、東京。硬すぎる。嬉しすぎて固まってる。カレーパン固まってるのよ。カレーパンやばい。きたー。ということで日向君予想的中です。すごい。この結果を見る限りやっぱ関東圏内が強いのかな。ちなみにです。ちなみにな。そう、使われるぞ。ちなみにですけど。なんだお前。ちなみになんですけれども、最下位2県ありましたね。まず2票ずつの大分県、島根県です。おー、島根は大体名字が島なんとかだから、もうきついんじゃない。逆に島林、島林。あと島殺し、島殺し。
そんな人がいるの。あと島流し、島流し、あとは島小坂、島小坂他にいる、島広瀬、島広瀬、広瀬でいい。あと島三宅、島三宅足太いだろお前、まあ、足がブンボス。北海道が35票、おすごい。広島も30票ですね。で京都が27票、さらに静岡20の福岡33、さらにちなみになんですけれども、今回も47都道府県全てにファンがいたということで、 ありがとうございました。ありがとうございます。かわいい人がいっぱいいそうなところが多いな。ハイエースで行こうぜ。一球ずつもんだったらハイエースでいいじゃん。ハイエースでしょ。なんか他にあんの。ハイミヤケ、ハイミヤケ。投票してくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。またファンの方と一緒にやる企画とか、なんか面白そうなのあったら、ファンの方からこう言っていただけたりするとね、僕たちも企画しやすいので、ぜひコメント欄に書いてください。僕たちは今からカレーパンを食べてます。あ、そうなんです。俺は今から死ぬ。じゃあ一回全部出して、今どういう気持ちか言おう。カレーパン、カレーパン、全部出したの。こんなの。ちょっと。